岡谷高架橋は、長野県岡谷市の長野自動車道の橋梁である。1981年3月30日、中央自動車道小淵沢インターチェンジイ北 IC 間が開通。中央自動車道の最北部に近いスワインターチェンジイ北 IC 間に、岡谷ジャンクションを新設し、岡谷市外北部のアクセスとなる岡谷インターチェンジへ分岐する支線が建設された。このうち、 岡谷高架橋部分は1983年3月に着工、1986年2月に竣工した。1986年3月25日、岡谷ジャンクション岡谷インターチェンジ開通。1988年3月5日には、岡谷インターチェンジ松本インターチェンジの延伸に伴い、岡谷ジャンクション岡谷インターチェンジ間が、長野自動車道に編入された。 元橋は1986年度に土木学会、田中賞及びプレストレストコンクリート技術協会賞を受賞している。1991年、床板横締め PC 工房が破断と支出し、コンクリート階が橋元に落下する事象が発生している。2009年の緊急点検においても、コンクリートのひび割れと PC 工房の腐食、破断が確認された。 現地は冬季には氷点下15度に至るためしばしば凍結防止剤が散布されている。グラウトの重点不足に加え、凍結防止剤の塩分が原因になったと考えられている。JR 岡谷駅から見た岡谷高架橋。橋町は下り線578.3メートル、上り線593メートル。橋梁形式は5景間連続ラーメン箱下田橋で、島町は 南から下り線87.5メ,メートル、上り線102メートル、126メートル、148メートル、126メートル、87.88メートル。最も南の景観で天竜川、その北隣で JR 中央本線の線路をまたぎ越す。最大島町の148メートルは、建設当時の同形式の橋としては、日本最長。 世界でも2番目の長さであった。総福院は21.4メートル。岡谷ジャンクションとの接続部にあたる一部を除き、上下線一体構造である。しかしながら、南端では、高井戸 IC、小牧ジャンクション方面への分岐、合流部にかかるため複雑な構造となっている。岡谷ジャンクション方面から元橋を渡った先は、 長さ1450メートルの岡谷トンネルに差し掛かり、トンネルを抜けた先が岡谷インターチェンジとなる。元橋付近には中央構造線と糸井川静岡構造線の断層帯が通ることから高い耐震性が求められた。多形間連続ラーメン箱下多橋の採用により、耐震性の向上とともに伸縮継ぎ手足症を減少できることから、騒音の減少や維持管理費の削減。 高速走行性の向上にも効果があった。諏訪湖や八ヶ岳、霧ヶ峰などを望める継承地であることから、橋桁断面は逆台形とし橋脚には、墨切りを施すなど、美観上の配慮がなされた。曲線を多用した仕上げは、つらら防止や電波障害対策にも効果が生じている。試行には、ィビダーク式感知レバー工法を採用。高所作業であることに加え、 市街地での施行であるため作業時間に制約があり、さらに年間の3分の1が冬日になる寒冷地特有の制約が生じた。従来の高練り、高強度コンクリートの使用は困難であり、日本道路公団の建設現場ではそれまで実績の少なかった流動化コンクリートが使用されている。シュゲタに使用されたコンクリートは14,800立方メートルに上った。 また、プレストレストコンクリートの施工マイコンによる施工管理を導入し、施工中の状態や、主ゲタのたわみなどの実測値と設計値を比較、補正をしながらの施工となった。西山の中原にある丘やジャンクションと対岸の川岸山地の間の谷を渡るため、高所を通過することが特徴である。橋脚口は49から55メートルで、 最高所は地上60メートルになる。岡谷市街外の南西部に位置する元橋は市街地各所から見ることができ、岡谷のランドマーク的存在である。元橋の建設に伴い60個の家屋が移転し、高架下はテニスコートやゲートボール場などを設けた公園となった。ありがとうございます。